ャンネル登録55万人いったらヤネスケの特大暴露ありません。みんなチャンネル登録ほんまよろしい。先生はな、松屋好きや吉村。僕は盆栽小学生聞いた。最近ヤネスケがあんまり構ってくれなくて、なんだかモヤモヤするんだ。はい、じゃあテスト始めるぞ。今日はみんなが満点取るまで家に帰さないぞ。なんだこの問題、解けないぞ。あ、先生、うんち漏らしちゃいました。どうしたらこんな赤いうんちが出るんだ。あれ、だいぶいい匂いがするな。なんだろうな。ありがとう。せーもない。テストの結果なんだが、全員待ってんだ。帰っていいぞ。やったー。あの回答どこまで出るんだ。職員室から盗んだんだ。今日は何して遊ぶ？あ、ドッジボールしたいけど人数が足りないからな。アテンドしたのか。え、できるの？うん。聞いた、ありがとう。うん、みんなも今日は来てくれてありがとう。キータ君の頼みなら何でも聞くよ。キータにはいつもお世話になってるからね。あ、なんか喉乾いたな。お金ないし買えないな。俺に任せて。おらー。はい、ありがとう。いただきます。何これ。あ、なんか気になってるゲームだよ。ヤネスケ、このゲーム欲しいの？いや、欲しいっていうか、その遠慮するなよ、俺に任せて。じゃあね。いけはっ、ヤネちゃん、キータくんがニュースに出てるわよ。ニュースの時間です。小学生の梅井キータくんが窃盗罪で逮捕されました。調べによりますと、キータ容疑者はスイッチのソフト星のカービィディスカバリーにうんちをつけ、うんちがついたから僕のものだと叫んでいた模様です。変身しなきゃ。ヤネちゃん、もうキータくんと遊んじゃダメよ。でも、携帯は没収します。なんでゲームなんかすんのか。欲しくなっちゃってつい。少ないお小遣いを貯めて買った子もいるのに。君と来たらもう次はないからな。ごめんなさい。じゃあこれ俺が貰うか。なんでお前貰うか。貰うか。もう俺と関わらないで。なんで俺はヤネスケのためにやったのに。許さない、絶対許さない。ヤネスケ、これは一体何なんだ。俺は腹黒い人間やから肌も黒くさで。おい、ヤネスケ、これお前見てんねやろ。お前、これこの前のテストカンニングさせてやったよな。お前天才小学生やないんか。あとな、お前ガム持ち込み禁止の遠足で俺がガムあげたん忘れたんか。お前こら、お前な、手のひら返しも大概にしとけよ。こっちは困っとんねん、こら。ごめんなさい。マナル隊の話ありますか。はい、これもあります。正直ね、証拠もこちらたくさん持ってます。浜井先生の暴露ありますか。あいつね、ほんましょうもない人間です。この前僕らの遠足代徴収した後、全部自分のパチンコ代に溶かしました。公務員のくせして、ほんまあかんと思うね。だからね、すぐ警察も動いた方がいいと思います。なんでそんな話してんだ。浜井、遠足代横領の罪でお前を逮捕する。おい、影響力だ。ヤネスケ、お前見てんねやろ。お前、今日夜7時ヤネスケについてとんでもない暴露あります。この暴露したらヤネスケはもうこの世に存在できなくなるぐらいとんでもない暴露です。お前首洗って待っとけよ。お前こら、やばい、なんとか居場所を特定して止めないと。はい、これで今日の生配信終わります。みんなほんま大きに品はもろとも。それではまたよろしゅう。これでええんや。
俺はもう失うものも何もない。今日は俺の誕生日、そして新たな自分に生まれ変わる日や。誰かこの方知りませんか？あれ、キーシーじゃん。彼のこと知ってるんですか？もちろん。そういえば君もいろいろ暴露されてたね。早く止めないと本当にまずいことになるぞ。全く手がかりがつかめない。またやられた。うちの前でうんちするなって何回言ったらわかるのよ。あの赤いうんちは。もう、なんなのよもう。ここがキータの居場所か。キータ、いるんだろ、開けろよ。なんや、今さら謝りに来てももう遅いで。ごめん、キータ。だから謝っても遅いって。これ、開けてみて。なんやねん、これお前。これ、お前が欲しい言うてたゲームやないか。実はそれ、キータの誕生日に渡そうと思ってたゲームなんだ。もしかして。最近一緒に帰れなかった理由は、家でお母さんのマッサージをしてお金をもらったり、自動販売機の下でお金を探してたからなんだ。少ないお小遣いを貯めて買った子もいるのに、君といたら。ごめんやレスケ、俺そんなこと知らなくて。いいんだ、俺も冷たくしちゃってごめんな。本人からの謝罪も来たし、動画も全て消すことにします。それより一緒にゲームしよう。いやよ、お前ほらさらしてるか。ただいま。お母さん何してんの？キータ君が馴れ々しく LINE してくるから文句言ってんのよ。おい、もう仲直りしたんだって。勝手なことすんなよ。やねすけ、お前ほんま残念やわ。謝罪しに来た思うたら裏でぐちぐち言いやがって。お前全部回ってきてんだよ俺に。いい加減にせよお前こら。約束通り、ヤネスケの特大暴露したいと思います。ヤネスケは裏で、女の子のリコーダーペチャペチャ、ペチャペチャ舐めてました。お前被害者面しやがって、お前ほんまこら。お前やってること浜井先生と一緒ちゃうんか、お前このボケ。ほんと、なんてことすんのよ。なんでこうなるんだよ。俺は天才小学生ヤネスケ、頭脳は天才だが体は強くない。おい、そのうまい棒よこせ。嫌だよ。舐めやがって。おりゃー。はははクソ野郎が。クソ、俺に力さえあれば。クソ。お母さん、俺を強くしてくれ。とうとうこの時が来たのね。え？待ってたわよ、ヤネちゃん。ヤネちゃん、あなたはキックボクサーになりなさい。キックボクサー？喧嘩の強さは格闘技で培うものよ。1年後の試合に向けて今から特訓よ。殴れ！うわ！ヤネちゃん、試合が決まったわよ。相手は強豪夜桜未来よ。おう、特訓じゃろ。はい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 はスペシャルマッチを行います。ヤネスケさん、今回の展開はどうなると思いますか？あれ、未来くん、意外にちっちゃいね。小さいから赤ちゃんかと思ったよ。ほら、ミルクあげるよ。ジュー、ジュー。それか、おっぱい飲む？もうこいつここでやっちゃっていいっすか？
やめなさい。うわー、ピー、試合は明日です。ヤネちゃん、煽りは上手かったけどやりすぎよ。パフォーマンスだよ。ほら、チケットも完売してるだろ。試合はちゃんとやりなさいよね。わかってるって。赤コーナー、夜桜未来、青コーナー、細上彩介、レディーファイト。ナネスケがカウンターで返したぞ。油断してたな。実力は合格か。うわ、勝ったか。お前はもう死んでいる。ヤネスケの KO 勝利。あんた何をしたの。打ち合いの中でボディを効かせ続けたんで。そして最後の一発はスリッピングアウェイの法則でかわしながら強烈なカウンターをお見舞いしたんだ。ちょっと作戦と違うじゃん。そんなリスクのある戦い方しなくても。うるさいな。お母さんとは違って俺には頭脳があるんだよ。俺は一人でできるから口出しすんだから。今の俺は強いんだよ。次の相手、一体誰なんだ。本日のヤネスケの対戦相手はこいつ。おそらみピーコー。お母さん、あなたに本当の強さってものを教えてあげるわ。逆に俺が教えてやるよ。レディーファイト。はい、パワーじゃ勝てない。こうなったらスピードで勝負だ。おやの、はい、最後にヤネちゃん、あなたのパンチを私に見せてみなさい。いいぜ、やってやるよ。おい、最後ぐらいちゃんと戦えよ。ヤネちゃん、本当の強さってのは何事にも動じない強い心を持つことなのよ。母さん、おい、しっかり育ちなさいよ。まったく。母さん、母さん。母さんが死んでから1ヶ月が経った。またお前か。うまいもんよこせ。くれてやるよ。じゃあな。おう。母さん、俺嫌なことをされても動じない強い心を手に入れたよ。母さんのこと最初はクソだと思ってたけど。誰がクソですって。
コラボ動画上がってるので、ぜひ見てね。チャンネル登録よろしくね。大きな株には毒が入ってるか。俺は天才小学生屋根助。俺には好きな人がいる。どうした屋根助。頭痛がするので保健室行ってきていいですか。今すぐ行ってこい。すいません、頭痛がして。あら、大丈夫。てて俺が好きなのは保健室のユン先生だ。俺の人生、この時間が唯一の癒しなのだが。すいません、お腹が痛くて。あら、大丈夫。痛先生、今すぐ見てもらわないと。命の危険があるかもしれないです、この傷が。こいつもユン先生が好きなんだろう。いつも俺の邪魔をしてくる。だが俺は絶対に負けない。さあ、今から皆さんには左肘と右肘を。こいつの名前はバンビ。見るからにチャラくて浅い男。テンションだけで乗り切ろうとしている俺の一番嫌いなタイプだ。お前ら何してんだ。こいつの名前はヤネスケ。見るからにノリが悪くて堅物な男。ヘリクスばっかりこねてきそうなやつ。俺の一番嫌いなタイプ。わあ、話を聞け。お前ら妨害に立ってろ。君、ユン先生のこと邪魔するなよ。お前こそ邪魔なんだよ。俺が絶対にユンちゃんを口説くからな。いや、俺が絶対ユン先生を落とすね。勝負だこの野郎。ほら、もう帰っていいぞ。ちゃんと反省しろよな。俺もデートがあるから帰るぞ。これでユン先生への告白は絶対に成功する。あんたね、大人の私が教えると恋愛ってのは素直に気持ちを伝えた方がうまくいくのよ。旦那に逃げられたお母さんを黙っててくれない。じゃあ、告白は恥ずかしいな。はっ、なるほど、あの手を使えば。ポン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 。はい、それでは算数の授業を始めます。みんな正面ってやったことあるか。ないよね。中学に入ってからね、みんなやるんだけど、先生はめちゃくちゃ簡単な正面の結果を作って小学生であるみんなにもう教えてさせた。あれ、いいな。先生、怪我したので保健室行ってきます。先生、怪我したので保健室行ってきます。今すぐ行ってこい。先生。あら、怪我したのね。大丈夫。ユン先生、僕とデートしてください。え、どうすんだよ。いいんですか。もう一回だけだよ。ユン先生、僕の貯金額です。え、すごい。こちらがプレゼントです。え、もらえないよ。これだけ経済力もあってこんな素敵なプレゼントも渡します。僕と付き合うメリットしかありません。付き合ってください。いや、普通に無理です。え、ユンちゃんの負けです。じゃあ僕の言うことを聞いてもらいます。僕と付き合ってもらいます。え、まあお互いのこと悪く思ってないし付き合いましょう。そんな感じで付き合いたくないんだけど、ひどい。ちょっと待って、ユンちゃん。もう。はい、では社会の授業を始めます。これが日夜研究室開発したこのホルナミン C。 これを飲んだらユン先生は俺のことが好きになる。ハゲを倒しました。日本に行ってですね、ガミエルはね、エンジニエルの技術を持ってられるか。先生、怪我したので保健室行ってきます。今すぐ行け。これ差し入れです。よかったら食べてください。ありがとう。
まずいぞ先生、俺のこと好き？効力はまだ完全じゃないのか。僕ユンちゃんのことが好きなんです。恥ずかしくて言えなくて、でももう後悔したくないので言います。付き合ってください。いいよ、付き合おうか。え、本当ですか？その素直でまっすぐな気持ちが聞きたかったのよ。本当ですか？じゃあカップルとしてこれからよろしく。でも10年後ね。だってまだ小学生でしょ。それに私、彼氏いるの。小学生にはまだ早かったな。じゃあねお互い恋に向かって頑張ろうぜ。うん、それに俺、ホルナミン C の進化系ホルナミン X を作ったから絶対大丈夫。これでユン先生を落とせるぞ。それはずるいだろ。なんでだよ。ずるいだろ。やれんだろ。いい声はいい。のコラボ動画も上がってます。ありがとう。僕ラーメンズルズル替え玉一つアンダースト。うわ、バスケしてみたいな。ヤネちゃん、ダメよ。バスケはお金がかかるわ。あんた外でも走ってきなさい。うるさいな、勝手にやるもんね。ルンルンルン。お、ヤネちゃんたら勝手にバスケ始めて。え？あんた、なんでそんな下手なのよ。え？ボールも買ってあげたんだから練習しなさい。ありがとう。股抜き1万回、シュート2万回終わるまで帰るなよ。はぁ、終わった。今日は公式戦だ。気合を入れていくよ。はい。対戦相手は宝泉小学校、去年都大会で1位を取った強豪ね。なんでお母さん来てるんだよ。絶対勝つぞ。あ、宝泉小学校だ。明らかに強そうだな。試合開始、お願いします。うますぎる。楽勝ですね。ヤネスケ、しっかり走れ。アウトバンス、ポーセンボール。勝て、雑魚だなこいつら。ちゃんとしなさいよ。圧倒的に差をつけろよ。ネスケ、1年応援か。はい。まずは基本のパーパーパーパスカーブラコンボレー。はい、103番。了解。すごいわ。なんだこれ。第2クォーター終了。強豪だな、勝てっこないよ。お前ら初期でじゃねえぞ。
すいません、こちら選手以外立ち入り禁止ですので。ちょやめなさい。ちょっと待って、やめなさいよ。あんた皆さん、諦めたらそこで試合終了ですよ。諦めちゃダメだ。ひらめいた、いい方法がある。ピーチ試合開始。何、やっぱりだ。あいつらジョバスが見てるとカッコつけてやる気が出るチームなんだ。はあはあはあ。マルエレ、お前おじいちゃんになれ。え、腰が痛うて痛うて知らないんじゃ。おめえら何やってんだよ。点差あるし、ジョバスいないとやる気出ないな。こうなったら秘密兵器を出すしかないな。とうとう俺の出番ですか。行け。はい。あれ、脱げないな。何やってんだバラバラ。お前に試合のチャンスはやらん。ズボン脱げなくさせてやるよ。これレアなズボンあげる。え、いいの。こうなったらみんな頑張って。ジョバスよ、私ジョバスよ。あ、ジョバスだ、頑張ろっと。アホ殿がバカが映るからどいてやろ。おめえらなんていられんの。おい、そんな言うのはひどいじゃないか。点を取ってくれよ雑魚。お前らもタイムアウト。よくやったぞ。これで勝てるね。そうじゃんの。どうなってんだお前ら。ケンゴ、お前はミスが多い。はい。ゴータ、お前はフォーメーションを崩すな。はい。ヤジ、お前は黄色すぎ。え、お前らしっかりやれや。はい。ザコはほっといて俺一人で巻き返す。ピー、試合再開。カズ、パス。パスパスパス。クソ。ユート。キタ。B、第3クォーター終了。お前ら邪魔なんだよ。いて、カズ、チームプレーを忘れるな。え、バスケは一人でできない、チームでするものだ。お前は上手い、だが仲間を頼れ。そうだよ、一緒に頑張ろうぜ。すまなかった、みんな。 B、最終クォーター試合開始。俺らは誰だ。なんか上手くなってねえか。やばいぞ、このままじゃ負けちゃう。私が出るわ。勝利。よし、行くぞ。ツーポイント、5000ボール。え、意外とバレてないぞ。勝つわよ、やんちゃん。おう。てうわぁ。やねちゃん、最後に決めなさい。うん。B、試合終了。91対90、勝者バンカラ小学校。みんなごめん、俺のせいで。負けたことがあるというのがいつか大きな財産になる。そうだよ、また次があるじゃないか。皆さんと試合ができてよかった。
本当に勉強になりました。ありがとう。お前ら絶対優勝しろよな。うん、お前らの分も頑張るよ。また彼のお母さんですよね。え、部外者がプレイしたため高専の勝利。あ、あちゃぱー。みたいなワイナーハーテー、なになに息子で一儲け、お小遣いはなしのロックなハーテー。